ある日、月が地球に落ちてきた、インデペンデンスデーで知られる、ロー&エメリッヒ監督が描く、最新パニックアクション映画。ムーンフォール。原因不明の力によって月が本来の軌道から弾き出され、あと数週間で地球に激突するという、驚くべき事実が明日にもたらされる。NASA は現地調査を試みようとするが、同時に組織内部で、とある情報が隠蔽されていたことが発覚する。地球と月を救ったね、NASA の副部長ジョーハーら、過去のある事件から NASA をクビになった、元宇宙飛行士のブライアン・ハッパー、天文学博士を自称するケッシー・ハスマンの3人が立ち上がり、未曾有の危機に立ち向かう。あらすじ。映画 .com より引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。何も考えずに壮大な SF 映画が見たい人におすすめ。どこか知っているような SF とどこか知っているようなキャラ設定が入り混じってて非常にわかりやすいのだ。特に映像にはゾクゾクするような迫力があるのだ。そして月の正体が意外で福主的には結構面白かったのだ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。